カクテル療法とは複数の薬を各人の症状、体質に合わせて組み合わせて投与し、症状を抑える治療法。別名多剤併用療法とも呼ばれている。抗天性免疫不全症候群の治療などで知られている。2021年には2019新型コロナウイルス感染症に対する治療薬として2種類のモノクローナル抗体を同時に投与することで、 治療効果を高める抗体カクテル療法が登場し、カシリビマブイムデビマブやワムラニビマブエテセビマブが実用化されている。酒にジュースを混ぜて作るカクテルに由来する。複数の薬を一緒に投与することから、この名前が付けられた。以下の3種類を用いる。エイズの原因ウイルスである HIV を完全に体内から除去する治療法は、現在確立されていない。 HIV の増殖を抑える治療法として有効とされているのがこのカクテル療法である。HIV-1 感染症に対するカクテル療法では、核酸系逆転射酵素阻害剤、非核酸系逆転射酵素阻害剤、プロテアーゼ阻害剤を数種類組み合わせた投与が行われる。ただし、個人の体質、症状により異なるので使用。 投与の際は、医師との綿密な相談が必要となる。マイヤーズカクテル点滴は、ビタミン B 群、ビタミン C、ミネラルを混合した溶液を点滴するものであり、多彩な疾患への効能が謳われている。ありがとうございます。